こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。失礼します。早速、素敵なウェディングフォトが玄関に飾られてますね。はい、ありがとうございます。作りました。手作りですか？はい、手作りで作りました。キャンバスを買ってきて、でこれ写真はあのコピー機でコピーして、はい、転写してますね。すごい。はい、じゃあお邪魔します。どうぞ。失礼します。こちらがサロンです。はい。あ、すごい、早速作品がたくさん飾られてますね。ありがとうございます。失礼します。ちょっと拝見していいですか？はい。こちらはアルコールインクアートですか？アルコールインクアートですね。すごい。このタイル、うんうん、あのゆか先生から教えていただいたレッスンで作った、はい、ベルフルゆか先生のレッスンで作ったこのビジュアル、文字は手書きですか？文字手書きです。あ、すごい。手書きで入っております。はい。こちらも手書きで書いております。レジンコーティングしてあります。レジンで、はい、レジンでコーティングしてあります。うんうん、でこちらはしてないものですね。うんうん、なしのものになります。またこう質感が変わってくるんですね。そうなんですよね。全然違いますよね。うんうん、どっちも良いけどコーティングしてあると、はい、やっぱ丈夫なんですか？そうですね。あのコーティングをしていた方が、はい、UV にちょっと弱いので、はい、アルコールインクアートがなのでコーティングしておいた方が。オイルとかも変色しにくいですし、長くお使いいただけます。はい、ポーセラーツ。あとポーセラーツですね。はい、小物入れですね。うん、こちらはレタグラフィーの作品ですか？はい、そうですね。こちら1939書いてます。アルコールインクアートの用紙に。そうです。用紙に。サンキューたくさん書いてるんですけど、これ。はい。多い。あ、もう完全にじゃオリジナルですね。オリジナルですね。はい。で、あの、うん、私の作品購入していただいた方にラッピングするときにこれを使ってます。あ、なるほど、はい、素敵、はい、こちらはミラー、こちらミラー、はい、ミラーです。いや、かわいい。これデジリタではないんですか？これデジリタではないですね。手書きですね。手書きですか？これも、はい、手書きで書いております。すごい素敵です。ありがとうございます。ポーセラーズの作品と、はい、たくさんお見本が飾られております。ありがとうございます。皆さんこんにちは。楽しいことを仕事にして自分のペースで働くレタグラフィーチャンネル、日本レタグラフィー協会事務局スタッフの吉岡あさみです。本日は東京都江東区でハンドメイドサロンピンクミーティア主催されております幸代先生のサロンへお邪魔しております。幸代さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。では自己紹介からお願いします。はい、自己紹介させていただきます。ハンドメイドサロンピンクミーティアを主催しております。今は江東区でやっております、うん、幸代と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、私たちね、ご近所さん、はい、ご近所さんでした。はい、ね、車で来たもんと多分すごい、ね、近い、はい、今日はね、はい、あのいろいろお話伺ってまいりたいと思うんですけれども、はい、まず早速なんですが、はい、あの屋号ですね、はい、屋号、ピンクミーティア の、はい、あの由来は由来、はい、何なんですか？はい、なんかピンクも可愛い。そうなんですよ。なんでピンクのちょっとピアス、ボーピアスをちょっとつけてみました、はい、由来なんですけれども、あのよくあのアルファベットでピンクミーティアって書くと、うん、ピンクメテオって読まれるんですけど、うんうん、そうなんですよ、うんうん、メテオって書いてあるんですけど、うんうん、読み方はピンクミーティアと読みます、うんうん、でなんでその名前にしたかというと、うん、まずピンクが好きなので、うん、私がなのでそれでピンクはつけたいなと思って言ってました。すごい考えたんですよ。皆さん多分あのブランド名とかサロン名を考えるときにすごい悩まれると思うんですけど、私もその一人で、うん、結構3回ぐらい変えました、実は名前。そうなんですか？はい、そう3回ぐらい。チェンジしてやっとピンクミーターで落ち着いたって感じなんですけど。そうなんですよ。でまずピンクが好きっていうのもあったのと、うん、あと星が好きで、うん、星モチーフが結構好きって、うん、でちょっと星なんかの名前を入れたいなと思ってたんですけど、うん、なんか例えばスターとか、はいはい、
なんかシューティングスターとか流れ星シューティングスターとかいいじゃないですか、うん、でもなんかシューティングスターはなとかいろいろ思っていて、うん、であともうネット検索もすごいしたんですよ、うんうんうん、いっぱい検索して調べて、でその時にそうあのメテオールっていうのを見つけて流れ星って意味だったんですよね、何語ですか、何語なのかな、でもメテオール何語なのかな、でも英語かイタリア語かなんかその辺だったと思うんですけど、で、あ、これだと思ってあんまり使ってる人いないと思って、で検索したんですけど、サロン名で使ってる人あんまりその時いなかったので、でもなんかミーティアだけだときっと多分使う人いるなと思ったので、あの大好きなピンク色のピンクをつけてピンクミーティアにしました。なんかこう語呂合わせがいいっていうか、はい、なんかすごいポップな、なんか最初はポップなイメージがあって、そうですね、うんうん、そうなんですよ、かわいい感じ の、うんうん、あの名前にしたくって、うん、でその名前にしたんですけど、うん、あとはあの、まあ、皆さんにこうサロンで来ていただいてこう輝いてほしいっていう意味も込めて、そうあの星のようにキラキラ輝いてほしいっていう意味も込めて、うん、あの名付けましたね。いや、はい、素敵な由来、はい、ハンドメイド、はい、ね、作品を使って、そうです、作って輝いて、はい、輝いてほしいっていう意味で、うん、ピンクミーティアという名前にしました、はい、ありがとうございます。そしてハンドメイドサロンを、はいはい、開いたきっかけは何ですか？やはりポーセラーツが一番早くスタートですね、はい、ポーセラーツの前もやっぱりハンドメイド好きだったので、うん、自分でアクセサリー作ったりとか、はいはい、あとデコデコレーションあるじゃないですか、はいはい、スワルスキーの、うん、あれを結構やってたんですけど、うん、で結構こう20代ぐらいの時から自分で何かやりたいなっていうのはすごいあったんですけど、うん、結構こう何をやったらいいかちょっとわからなくて模索してるったんですよね、うんうん、でその時にパソコンで、うん、あのネットサーフィンしてたら、うん、ポーセラーツっていうのが出てきて、うん、おなんだこれはと思って、うんうん、あすごいなんか素敵だしおしゃれだなと思って、うん、食器を自分でこうデザインできるのって初めて見たので、うんうん、陶芸とかは知ってたんですけど、あのポーセラーツは初めてだったんで、ちょっとそれからすごい調べて、うん、でそこから体験に一番初め行き出して、うん、体験行ったらもう虜になってしまって、おお虜、ポーセラーツの虜になってしまって、そうなんですよ、普通 あの作るコースとインストラクターコースがあったんですけど、うん、すね、そうフリーコースとインストラクターコースあったんですけど、うんうん、まあ、フリーで作るんだったらインストラクターの方が資格も取れるしと思ったんで、うんうん、もうすぐインストラクターに行きました。なるほど、はい、早かった、そこ早かったです。あの取りに先生のところに取りに行くときに、うん、先生私やりますみたいな、やりますみたいな、もうインストラクターになりますなりますみたいな通いますみたいな感じで、だって作品たくさんね、はい、いっぱい、うん、って言って、うん、でそこからスタートして、うん、でその時一緒にあのいたメンバーがみんな結構こうやる気がすごいメンバーだったんで、あの千鶴子先生とかも、うん、あの同じなんですけど一緒のサロンに通ってました、千鶴子先生と。そうだったんですか。そうです、事務局の千鶴子先生と、はい、千鶴子先生と同じあの生徒さんで一緒だったんですよ。千鶴子さんが全然大先輩なんですけど、うん、あの同じサロンに通っていて、そうなんですよ。そうなんですよ。でそれでそこで通ってて、うん、で皆さん結構こうサロンやりたいとか、うん、転写者やりたいとかって結構、うん、あの活動的な方たちだったんで、うん、まあ、それにこう刺激を受けて、うん、じゃあ私もやるみたいな、うん、私もサロンやってみたいみたいになって、うん、で2016年から、うん、あの自宅サロンでやり始めて、はい、今に至るっていう流れですかね。あ、じゃあもう結構サロン歴は長いですね、長いですね。そうですね、気づいたら長くなってますね、はい、先にじゃあポーセラーツのレッスンメニューがそうですねスタートして、今はポーセラーツ以外にもレタグラフィーと、はい、あとアルコールインクとやってます。はい、長くこのサロンをされてきた中で、はいはい、結構こうみんなねお稽古サロンこれからやりたい人とか、はい、今ちょっと始めたばっかりで、ね、はい、
ちょっと しんどいっていうか困ってる先生方もね、はい、いらっしゃると思うんですけど、はい、この辛かった不遇の時代とかありました？あります。今ねすごく大人気の先生いらっしゃるからありますね。やっぱりこう波があるので、うん、あの始めたくらいの時はわーって来てくださったりとかありましたけど、うん、やっぱりコロナになってからちょっとやっぱりダウンしちゃいましたね、うん、どうしても、ね、どうしてもこう自宅サロンでこう、はい、来ていただくこと自体がちょっと難しい、はい、そうですね、難しくなってそうですね、ありますよね、はい、オンラインレッスンはされてないですか？オンラインレッスンもします、してます、うん、希望の方はオンラインのレッスンしてます、うんうん、LINE か Zoom でオンラインレッスンもしてますね、うんうん、オンラインはねこう全国のね人たちとつながるのがやっぱりいいですね、はい、いいですね。このサロンレッスン以外にも、はい、幸男さんは販売もされてるんですよね。はい、販売もしてます。最初はですね、うん、ミンネとベースで出店してたんですけど、うんうん、やはりちょっとこうミンネとベースはたまに気持ちちょろっと売れるぐらいだったので、うんうんうん、あまりそんなにたくさんこう売れるっていう感じではなかったんですけれども、うんうんうん、今ちょっとあのライブ配信をしておりまして。ライブ配信？はい、ライブ配信してます、うん、それはインスタライブとはまた違うんですか？はい、インスタライブではなくとあるあのアプリのライブ配信をしておりまして。はいはい、はい、ライブ屋さんですねなるほど。ちょっとお恥ずかしながら、はい、ライバーさせていただいております、うん、はい、でそこでですね、うん、あの皆様に私の作品を見ていただいたり、うん、あとこれピアス、今作ってるピアスとかもそうなんですけど、うんうん、まあ、つけて手作りです。ボンボンピアス、千鶴子先生から教えてもらいました。そうなんですね、はい、これつけて配信すると可愛いってやはり反響があって、うんうん、結構男性のリスナーさんも女性のリスナーさんもまあ半々ぐらいいらっしゃるので、うんはい、女性のリスナーさんが結構アクセサリーとか、うんうん、あとアルコールインクアウト のパネルとかもそうなんですけど、これオーダーいただいたパネルになるんですけど、うん、これもあの欲しいって言っていただいてオーダーいただきましたね。なんで今結構ライブ配信の方があの注文が入っていて、あ、日々あの制作に追われてる感じです、ね、すごい、はい、ライブ配信でオーダー、ライブ配信でオーダー、いやーすごい、はい、ライブ配信はこう実際に作ってるところを、はい、作ってるところもお見せしてます、はい、それはこうなんて言うんでしょう、こうオーダーする側も、はい、その過程が分かるし、そう見たいってあと言われますね、どうやってそのものがね、そうどうやって作ってるか作られてるかを見てみたいって結構やはりご注文された方もおっしゃっていただくので、さっきのね、このアルコールインクアートのがどうやって出来上がってるのかっていうのを見るとますますこうなんかいろいろ、じゃあ自分だったらこの例えばこのお色味をこういう風にしてもらって、で例えば文字もこういう文字を、うん、そうですね、入れて書いてほしいっていうのを、ね、もう、はい、その場でライブ中にこう、そうですそうです、そうです、そうです、そうそうそう、そできるできないとかも、はい、ライブ配信だからその場ですぐお伝えしてる感じです。社長さんが回答できるってことですもんね、はい、そうです、はい、なので話が早いです、ね、早いですね、こうなんて言うんでしょう、はい、その販売サイトだとこうこっちの作り手側がこうですよって言って、はい、そこからまたじゃあこれができますか、はい、みたいな、そう、メールのやり取りみたいな、行ってこいみたいなのが、そうです、ね、ライブ中だったら、はい、もうその場で完結してしまうから、はい、完結するのでそれも早いですね、うん、早いし、はい、こう用語も伝えやすいし、伝え、そうですね、この文字も、うん、あの配信中にこの文字がいいって書いてほしいって言われて、うん、あ、じゃあ今私書くって言って書いて、うんうん、あのこういう感じでいいですかってこう見せて、うん、あ、じゃあそれがいいってそうしてくださいって、これあの、うん、最初の文字が、うん、M が大文字に今なってるんですけど、うんうん、小文字か大文字どっちがいいですかって聞いたら大文字がいいって言われたので、うん、そこをあのじゃあ大文字で書きますねって言って、うん、書いたのをこういう感じでじゃあここに書きますって言ったら OK もらって、うん、っていう感じですね。もライブ中にそのオーダーが通り、ライブ中にオーダー、はい、通りました。すごい、はい、そんな感じです、ね、新しいハンドメイドの販売経路ですね、はい、経路です。すごい、これハンドメイド作家さんはぜひね、はいはい、ライブオーダーを、はい、ライブオーダーおすすめです。結構あのライブを、うん、ライブ中に、うん、あの作ってる制作してる方も結構いらっしゃるので、うん、これからもしかしたら増えるかもしれないですね、はい、
なんかついついこう、まあ、私もねそのメタグラフィー協会 の、はい、あの動画担当なので、はい、インスタライブは定期的に、はいはい、あの協会のアカウントから配信してるんですけど、はい、ライブっていうとついついインスタライブって思っちゃうんですけど、はい、ライバーっていう職業が、ね、もう職業ですもんね、はい、ライバーさんって。そうですね、はい、すごい皆さんライブ配信で、おすすめです。ライブ配信、はい。私もでもあの本当初めてやり始めて、うんうん、あのオーダーこんなにたくさんいただけると思ってなかったので、うん、ライブ配信で。もうライバー歴はどれぐらい？ライバー歴もうすぐ1年になります。はい、もう1年って言っていいのかまだ1年っていうのがあれですけどでも結構辞めてしまう方とかもやっぱり多いので、うんうん、数ヶ月とかで辞めてしまう方も結構多いんですよ。そうなんですね。あの大変なんで、うん、やはり大変そう大変ですやっぱ続けていくのって大変だと思います。何事も、ね、何事も、はい、ね、まあ、お仕事もそうだと思いますけど、うん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 、あのハンドメイドサロンもね、うん、続けるのもそうですし、そうなんですよね、うん、なのでもうあれですね、もうあと自分との戦いだと思って私は日々自分を律しておりますけど、素晴らしい確かにこう、はい、私もね2015年とか16年に始めたんですよ、はいはい、でその時から今2022年って、はい、お稽古サロンの形態ってどんどん変わりましたね。変わりましたよ ね、それこそウィズコロナにもなったし、はい、なりましたね、だから今までと同じやり方では、うん、このいっぱいあるお稽古サロンでは生き残れないんですよ ね、 そうですね、私もそう思いました、うん、でこういろんな形態を変えて、うん、ハンドメイドサロンとしても、はいはい、ライブ配信でオーダーを取る、はい、オーダーを取る、もうまさに新たな、ね、試みに、なんか気づいたらなってました。でもいやー気づいたらすごいよ、すごい声かけていただいて気づいたらあのその流れになってましたね。 あ、はい、ありがたいことに。なるほど、はい、幸男さんが最初から、はいはい、ライバーになりたいなりたいっていう感じではなかったんですよねそうですそうです、最初から私ライバーになりやってみたいっていう感じではなくて、うん、声をかけられて、うん、やってみませんかっていう最初に言われて、うん、まあ、要はスカウトなんですけど、うん、スカウトされて、で最初え何っていうところからスタートしたので、うんうん、あのライブ配信自体も全然知らなくてですね、うん、まあ、CM でちょっと見るぐらいかなっていう感じだったので、うんうん、アプリもあの、ねうん、あのインストールしたこともなかったので、うん、そこからスタートして、いや今に至るっていう感じ。もう1年経ったら大人気ライバーですよ素晴らしい、ありがたいことにあのリスナー様のおかげで1年頑張ってこれました。はい、じゃあいきましょう。じゃあ縫製ラーツ と、はい、レタグラフィーの他に、はい、アルコールカートの、ね、はい、レッスンもされていて、はい、で先ほどねこのライブ、はい、ライバーライブオーダーのこちらが、ね、はい、うん、これコースター、これコースターですね。はい。コースターとか、はい、この素敵なパネルとかもそうなんですけど、はい、アルコールインクアートっていうのは何なんですか？はい、アルコールインクアート、うん、結構皆さんから質問があるんですけれども、うん、インクを垂らして、うん、その上にまたアルコールをかけて、うん、でドライヤーでこう広げるアートですね。はいはい、なるほど、はい。簡単に言うとそういう感じですね。はい、同じものは二度と作れない。そうですね。同じ柄は二度と作れないっていう感じ。色合いのニュアンスはこのインクとこのインクを使えば、はい、こう色味はこんな感じになります。そうですね。はい。けれども、はい、それはなんかまたこう本当にそう、それしかない。そうですね。それしかない。オリジナルっていう感じですね。はい。オンリーワンみたいな。オンリーワン、はい、ね、ますます良いですね。はい、あとどこでその切り取るかによって全然表情が変わってくるので、る一応その紙にアルコールインカート1回作るんですけど、うんうん、そこからどこを切り取るかを自分でこう選んで、うんうん、でこういって切り取ってパネルに貼るっていう感じです、はい、なるほど。こちらはレタグラフィーです、ね、レタグラフィーです。はい、社長さんはそのアルコールインカートをかけるレタグラフィーの、はい、レッスンをされてるってことですか？はい、そうですね。お、素晴らしい。はい、うんうん、でそのアルコールインカートでこう作った用紙をこう切り取ってですね、うんうん、はい、こうレタグラフィーと合わせてサンキューを書いて、うんうん、サンキュータグを作っております。すごいねこれ、はい、素敵なのがねちょっと反転しちゃうけど、はい、こんな感じですね。これすごく可愛い。これ可愛いですよね。これいっぱい作って量産して、うんうん、であのプレゼントとかに一緒に
くっつけたり、こうオーダーいただいたプレゼントにくっつけたりして、はいはい、お渡しして、すごい喜んでいただいてます。これをですね、嬉しいことに、うん、あのリスナーさんがしおりにしてると言ってくれました。しおり、しおりとしても使ってるよって言ってくれました。あのプレゼントしたリスナーさんから言われました。嬉しいです。なんかそのもの、はい、だけじゃなくて、はい、こういうラッピングとか、ラッピングとか、そうですね、プラスアルファがあることで、はい、またさらに幸代さんのこの思いが伝わって、はい、ファンになっていただけるってことですよね。そうですね、はい、そうなんです。いやー、やっぱ大事ですね、サンキューカードって。サンキューカードね、ハンドメイド作家さんはみんなやった方がいいね。はい、やった方がいいですね。はい、あとあのお手紙とかも、はい、あの教会の動画で、うん、あの封筒を作ったりとか、はい、あの、うん、あるじゃないですか、うん、でそれをあの参考に封筒いっぱい作って、あ、であの一緒にお手紙と一緒に送ってますね、オーダーいただいたものを、はい、もう全部一から手作り、お手紙も手作りして。お、はい、さすがハンドメイドさん、はい、なんか言っちゃうで送ってますね。はい、なんかこうレトロガフィーってやっぱりこう文字を、はい、こうおしゃれな文字が書けるっていうのが、はい、イメージとしては強いかなと思うんですけど、レトグラフィーって結局こうおしゃれな文字を使って思いを伝えることができるもの、うん、が作れるクラフトだから、そうです ね, ね、こうトータル的にこういろんなものと掛け合わせて、はい、こうオリジナルが作れますね、はい、やっぱりすごいですね、すごいですね、はい、ハンドメイドされてる方はもうおすすめですね、何やった方がいい、はい、おすすめです。差がね、同じ作品、はい、例えばアルコールカートの作品も多分作られてる方は他にも多分、ね、そういうたくさんいらっしゃるんですけど、うんうん、アルコールインクアートだけやってるアーティストさんとかもたくさんいらっしゃるんですけど、はい、やはりこの文字と一緒にすることによってさらにこう素敵な、うんうん、あの感じになるので、うんうん、おすすめですね、合わせるのをすごいおすすめしてます、うん、合わせ技をぜひ、合わせ技、うん、はい、おすすめしてます。じゃあ幸代さんのそのライバーの方を姿を拝見したい場合はどうしたらそれこっそり、こっそりこっそりお願いします。見つけてください。じゃあこっそりこっそり、じゃあこっそり、恥ずかしいんで、はい、え、こんなことやってるの幸代先生って思われちゃうとちょっと恥ずかしいんで、ぜひこっそりね、はい、こっそり探してください、うん、じゃあちょっとこっそり教えていただこうと思います、はいはい、こっそり、はい、お願いします。でもレタグラフィーを習ったきっかけは何ですか、はい、レタグラフィーを習ったきっかけは、うんうん、あの自分の結婚式で、あのカリグラフィーでこう字を書きたいと思ったのがきっかけで、あのいろいろこう自分の手作りで席札とか席次表とか結婚証明書とか全部作りたいなってすごい思って、やはりハンドメイドサロンをしているので全部ハンドメイドで、あの自分のオリジナルのあの結婚式をしたいっていうのが結構強い希望だったので、はい、その中にやっぱり、うん、レタグラフィー必須だなって思ったんですよ。お、はい、それが習うきっかけですね。いやー、そうなんですね、はい、いろいろ、じゃあ実際にオリジナルアイテムは作りました、はい、るんですよね。ちょうどあのコロナ禍だったので、ちょうどあの時間がいっぱいあったので、もうこれは今作る時期なんだと思って、で、はい、あの作ってました、ずっと、はい、ではじっくりね、はい、そちらのウェディングアイテムの作品も、はい、あの拝見したいと思います。はい、ではそれはまた次回、はい、お楽しみということで、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではありがとうございます。